してた。あの怪獣を通じて父さんとつながってるんだって。もう頼るべきものは誰もいない。でも君が自分の力で立ち歩き出せば、手を貸してくれる人はきっと出てくる。宇佐美教授が両親を亡くした私にかけてくれた言葉よ。教授は厳しい人だった。でもね、本当の優しさを持ってる人だった。100万年の時を経て新たに生まれ変わる聖なる獣。分かってるわ。本当に生まれ変わらなければならないのは人類なんだって。でもね、あの怪獣がラフレシオンじゃないって思う勇気がなかった。ションは小さい頃から角を触られるのを嫌がっていた。父さんからもラフレションからも自立して、私は一人で生きていかなきゃ。ネオスに、ウルトラマンネオスに教えてあげて。